実は僕、そのバイキングって番組にオファーもらって入った時って、土田さん、バイキングはつまらなかったの？なんか割といつもギスギスした、なんか。バイキングの土田さんはあまり感情がないように見えるのですが、眠いですか？もちろん眠い時ももちろん正直ありますけれどもね。はいはい。ただこれ、なんかそのバイキングって番組がのコメンテーターの仕事って今はなってるんですけど、実は僕、そのバイキングって番組にオファーもらって入った時って、もっとポップな楽しい番組だったんですよ。あ、そうなんですか。なんか割といつもギスギスした、なんか強気発言がネットニュースになるみたいな、そういう番組のイメージだったんですけど。いや、なんか、普通に、だって俺、沖縄ロケ行ったりとか、北海道の札幌ロケ行ったりとか、俺の行きつけのラーメン屋さんを紹介するコーナーやったりとか、そういう番組だったんですけど、あんま、あ、そ数んな字がほよんく、わかしたものだったんですね。そうそうそう、笑っていいともの後番組でそういう感じだったんですけど、なんか、視聴率がそれであんま取れないのがあって、多分ああいう番組にしたときに、多分数字良かったかなんかで、ちょっとずつそうなってって、だから僕も別に、知らない間にそういう感じになっちゃってたから。だから、はい。へえ、そうなんだ。あと、だから、討論みたいなのも好きじゃないし、あんま自分の意見もそんなに人に知ってほしいとも思わないのが根本にあるんで、まあ聞かれたから答えてる感じですかね、バイキングの時は。そう、なんか坂上忍さんがいつもだ。なんかバシバシ強気で言うっていう、そういう番組として始まったかと思ってました。ああ、違いますよ。次回のゲストは宝塚ですか？業界じゃなくて、まあ、そう、宝塚の中って基本的に美人しか採用されないシステムですよね。どうなんですかね。